彼の思い出の中にも大切な人とか忘れられない人がいて、でもその時はちょっと力が足らなくて別れなきゃいけない場面があって、そんな人がいるからこそ今すぐそばにいる大切な人をうんと大事にしてもらいたいし、まだそんな人に出会ってないっていう方はこれから出会うそんな誰かをうんと大事にしてもらいたいなって思います。そんなメッセージを込める曲、君がいたから。初めて出会った君はとても明るくて、そして気が強そうで僕の胸の内側までぐんぐん土足で入ってきちゃうような、そんな君がどちらかというとちょっと苦手だった。でも君は誰よりも一生懸命な人で、誰よりもまっすぐで周りがちょっと見えない人で、不器用だからたまに同情してみんなに笑われて、たくさんの友達から愛されてる人でした。君から毎晩のように来る電話、気づけばそれが当たり前になっていて、たまに電話がない夜はどうしたんだろうなんて気にしてる僕がいる。いつの間にか僕は君のことが大好きで、おせっかいなぐらいの君の優しさが僕を勇気づけた。こんなバカな僕の夢の続きを誰よりも疑うことなく信じてたのは君だけだった。君と歩いた夜も深い竹下通り、人気のない大都会の街灯の明かりを浴びて、キラキラ舞う桜の花びらが綺麗で、なぜか今でもあの景色が焼き付いてるんだ。君を知れば知るほど愛しくなって、大切な夢と君の間でいつしか押しつぶされそうになっていて、僕は君から逃げたのさ。いつの間にか僕は君のことが大好きで、僕なんかじゃ君を幸せにできるはずないと自信がなくて、自分勝手に君を突き放した。君は泣き声でそんな僕にありがとうって言った。だから僕も不意に涙がこぼれたんだ。あの時の僕がもっと強かったなら、違う二人の未来もあったのかな。失って気づく大切さってのはこれだね。戻ることない時の渦
も通じ合えてた、そんな日々があった。いつの間にか僕は君のことが大好きで、おせっかいなぐらいの君の優しさが僕を勇気づけた。ありがとうを伝えなきゃいけないのは僕の方で、今でも前向いていれるのはきっと君がいたから。あの時僕のそばにきっと君がいたから。ララ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 。君がいたから。どうもありがとうございました。